皆さん、こんにちは。ネットジネスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能、AI について考えていきたいと思います。Facebook がですね、導入している人工知能に、顔認識の技術っていうのが非常にあると思うんですね。写真を投稿したら、自動で写っている友達とかにタグをつけるっていうものの技術、 そしてその精度の高さっていうのには、え、驚くことが多いと思うんですけど、この顔認識技術っていうものは、人工知能の一つの画像認識の中のさらに一つの、まあと、機能っていうか特徴になってるわけなんですけど、この顔認識を使った新しいサービスっていうのがあるそうです。え、それはですね、あの、修学旅行とか、中学生、高校生の時の修学旅行とかで写真を撮った時に、昔であればですね、校内に その写真を貼り出してですね、自分が写ってるのを探して、でそこにですね、名前を書いたりとかして、その申し込むみたいな形がありましたけど、これは昔の話で、今はですね、その実際に、あの、コーナーに貼り出すんではなくて、インターネット上で注文できるようになってるんですね。 でも、だからといって、自分の写真がどこに写ってるかを探すのが大変だったのが、このタグ付け機能、顔認識機能があることによって、自分の顔の候補っていうのがずらずらずらっとこう一覧に出てきてですね、あんたのはこれが写ってますよっていうふうに出てくると。えー、なんならですね、えー、自分が好きな、えー、友達とかですね、えー、女の子とかっていう場合も、その名前の名前で検索したりするとですね、えー、ずらずらずらって出てきたりすると、注文しやすいですよね。 ということで、この顔認識っていう技術を使うことによって、確かに修学旅行の写真は探しやすくなるし、そして、えー、注文の割合っていうのも、 今までは探しきれなかったら注文してないわけなんですけど、おそらく増えるんじゃないかなと思うんですね。もっと言えば、自分の好きな子とかの写真も探せるようになりますから、さらに客単価も上がるんじゃないかなと思いますね。で、この顔認識技術っていうのが非常に注目なんですが、ただ Facebook と違って自分の顔情報っていうのが、事前にどのぐらい登録されてるかっていうことが非常に重要だと思っていまして、その情報が少ないとですね、この顔認識の 認識技術っていうのの精度が低くなってしまうので、果たしてどのぐらいの確率で実際自分の顔が出てくるかっていうのはちょっとね、えー、知りたいところではありますね。 例えば、Facebook アカウントへログインすることにより、顔認識するような仕組みになっていれば、Facebook やってる人はかなり有利にですね、顔認識できますけど、やってない方は非常に精度が悪くなると思うんですね。ちょっとその辺のことをね、また詳しく知りたいなと思っています。また何かわかりましたらですね、またこのポッドキャストの方で皆さんにお伝えしたいと思っています。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。